ネロ・カイサルは古代ローマの将軍、ゲルマニクスの息子で、第2代ローマ皇帝、ティベリウスの後継者候補。6年にゲルマニクスと大アグリッピナの長男として生まれた。弟にドルス・カイサル、ガイウス・カイサル、妹にユリア・ドルシラ、小アグリッピナ、ユリア・リウィルッタがいる。父ゲルマニクスは大ドルススと子アントニアの息子で、ネロが生まれた時には、アウグストゥスの後継者であるティベリウスの養子となっていた。母大アグリッピナは、マルクス・ウィプサニウス・アグリッパとアウグストゥスの娘ユリアの娘で母からアウグストゥスの血を受け継いでいた。14年にアウグストゥスが病没し、ティベリウスが帝位を継ぐと、父ゲルマニクスはティベリウスの実子で、義兄弟である小ドルススと共にその後継者候補となった。内向的な性格のティベリウスとは、対照的にゲルマニクスは多くの人気を集め、ゲルマニアでの戦果がそれをより確かなものとした。18年にゲルマニクスは東方へ派遣され、これに母大アグリッピナも同行した。しかし、カリグラと大アグリッピナが東方へ向かう途中出産したユリア、リウィラ以外の子供たちはローマに残されていた。この時までにネロはシリア総督のクレティクス・シラノスの娘と婚約している。ただし、シリア総督の地位は、ゲルマニクス派遣の際に、グナエウス・カルプルニウス・ピソに交代している。この東方の任務の途中、父ゲルマニクスが、シリアで急死する。翌20年、父の遺骨を持って、ローマへと帰還した母を、ネロたちは、おじ小ドルススらとたたき生で迎えた。ゲルマニクスのローマでの葬儀の後、ゲルマニクス暗殺を疑われていたグナエウス・ピソの、裁判が行われ、判決を前にピソは自殺した。同じ年、成人式を迎えたネロは20人委員を経ずに、クアエストル候補となり、元老院に議席を与えられた。同時に、ポンティフェクスにも任命され、ゲルマニクスの維持として、異例の年齢で兼職を与えられた。また、小ドルスの娘であるリウィア・ユリアとの結婚も、この年に行われている。ゲルマニクス亡き後、ティベリウスの後継者は事実上小ドルスに確定していたが、23年その小ドルスも急死する。実際には、親衛隊長官のルキウス・アイリウス・セイアヌスによる暗殺であったが、この時にはそのことは知られてはいなかった。ゲルマニクス没後その遺児たちの父親代わりとなっていた小ドルスの死は、結果的にネロをティベリウスの有力な後継者候補とした。同じ年、アシアの諸氏が求めたティベリウスとリウィア・ドルシラ、元老院を建て祀る神殿の建立が元老院で許可されたが、これに対して、属州アシアの保護者を務めていたネロは、元老院でその感謝の演説を行っている。24年年初、通常元首の安泰を願って行われる、請願の際に、後継者候補となっていたネロと弟のドルススの名も、加えて祈願が行われた。これに対しティベリウスは時期尚早であると苦言を呈したが、これをティベリウスのゲルマニクスの遺児たちへの不信の表れと捉えた者もいた。その後徐々に強い権勢欲を抱くセイアヌスは、ティベリウスの側近として権力を拡大し、大アグリッピナやネロに対して攻撃を仕掛けるようになっていった。26年にティベリウスがカプリ島へ遠征すると元首へのアクセスを支配したセイアヌスの影響力は絶大なものとなった。ついには29年、ネロはティベリウスから弾劾され、元老院で公的の宣言を受けると、ポンティア島へ流された。この時母大アグリッピナも同時にパンダテリア島への流罪となっている。ポンティア島へ流されたネロは31年に殺害、または自死の強要によって、この世を去る。その遺骨はばらまかれ、集めるのも困難だったという。同じ年のうちに、ネロを死に追いやったセイアヌスもティベリウスによって、粛清された。ティベリウス没後、皇帝となった弟カリグラ就任とともにポンティア、島を訪れネロの遺骨を自ら拾い、同じく、パンダテリア島で集めた大アグリッピナの遺骨とともに、葬儀を行った。葬儀の後二人の遺骨は、アウグストゥス廟に納められた。ありがとうございます。